誰もが感じるところとしてはあの、臭くない。圧倒的に失敗がない。アイロンワークとかドライコントロールとか、そういったところがまたもう少し楽になっている。ストレートの質感としても、あのしっかり強っぽいあの伸び方とかリッチ感が出てるにもかかわらず、どことなく柔らかさも出てるっていう感じなので、かなり万能な。 あのストトレーーのののパーマの材なのかなかとカールとして使ったとしてもアイロンで巻いたようなその立体感プラスあのリッチ感っていうのがやっぱすごいサロンワークでも求められているかなと思ったんですけども単品使いだとしても、えっと、今回の動画に出てたようなある程度巻いたようなあのしっかりした質感が出ているのでやっぱカールとしてもすごい万能かなと思いました。 今回のモデルさんは、まあ、普通に目視して確認できたとしても、まあ、黒髪で、まあ、聞いたところカラーもしてないっていう感じなんですけども宿毛矯正の履歴がある、まあ、いわゆるケミカルダメージ薬剤でのアプローチで宿毛矯正なので熱での編成っていうのがある程度ある感じなんですけども一番今回注目してほしいのはこのモデルさんの髪質ですね細毛でかなり難毛です。 今回オレンジコスメさんの新しい新商材のジアンカークリームみたいな還元剤を使うことによってこのデジタルパーマっていうのをどれだけ比較的簡単にで、えー、と効果的な現代っぽいパーマに仕上げていくかっていうのを見ていただければと思います。僕は今回ウェット塗布してますがやはり基本の毛髪診断はウェットにするのが一番いいかなと思いますので皆さんも まずやっぱ新規のお客さんとか履歴がよく分かんない方は必ずウェットで塗布していきましょう基本的にパーマっていうのはこういう 12cm 開けたりとか、まあ、もしくは代わりの欲しいところにそのままワンタッチで塗布していくのが主流かなと思います今回は20分放置させていただきます、まあ、なんで20分なのかっていうところなんですけども、まあ、今回のジアンカクリームとかになってくるとやっぱペーハが比較的低めですよねななののででノンアルカリなので 必ずじっくりじっくり効かしていくっていう必要があるので僕は時間放置がすごい多いんですけども一番やっぱその最初の頃とか心配な方に関してはロットで巻いたりしてそのカール間の後傾がカールがついてるかとかで還元チェックをしていただければ間違いないかなと思います中間推薦中間処理の工程に入ってます必ずしっかり流す基本的には5分以上推薦は望ましいかなと思いますこの後 熱の工程がデジタルパーマストレートパーマともに入ってきますのでそこにおいて流し残しがある状態で例えば熱が加わってしまうとなると毛髪に多大なダメージがありますので基本的な推奨としては軽く泡立てるくらい、まあ、バブリングっていう状態はあるのがベストかなと思ってます。では このまま CMC の処理をさせていただきますで特に今回のモデルさんのような熱のダメージがある方において毛髪の状態っていうのはやはり脂質不足だったりしますのでここの中間処理で CMC みたいな脂質の補給っていうのはマストかなと思います今回のモデルさんのこの仕上がりにおいてはその よくある平巻きでどんな感じの質感がジャンガークリームで出てくるのかっていうところを見ていただければいいかなと思いますそしてワインディングのこのパネルの厚みとかですね今回のモデルさんはかなり細毛難毛で毛量もそんなに多くない方なのでこのスライスハーバーで撮っていますが基本的にはお客さんそれぞれの毛量とかそういったのがあると思いますのでそれで相談してもらえればと思いますまあ、巻き方としてはかなりシンプルな オールパーパス状の巻き方にさせていただいてます。そしてホットパーマ系ですね。熱を加えていく施術になってくるんですけども、その時に必ず守っていただきたいのが。必ず乾和をする前にしっかり濡らした状態で。熱を加えていくっていうことを約束してください。なぜかというと毛髪の水分量に応じて。熱を特定の温度を加えていくことでガラス加点温度っていうのがあるんですけども。六十度、七十度、八十度の段階で。 僕は5 5 5分分分でやっていますそして最後の80度の温度が終わった後に触ってみてまだ水分が残っているなと感じたら80度をさらにしっかり乾燥するまで追加してあげてくださいしっかり熱処理が終わりましたのでこのまま2液の処理に入りたいいと思います特に回転数が多い場合とかだったらしっかり塗布して浸透させていくことっていうのが最も大事なので。 そこはしっかりやってください今回のチオグリコール酸システアミンをホット系のパーマに 入れ込むことによって今でもウェットの状態でもシステアに特有のまあ立体的なカール感に加えてチオのブリッとした質感リッチ感もある感じですねこれをまあ乾かしてみるとよりグッと出てくると思うので乾かして皆さんでチェックしていければいいかなと思います 約10ヶ月前に宿毛矯正の履歴とそれとまあコーアルカリのライトナーとかもしくはコーアルカリ剤のカラーをしたことによって髪の毛がかなり明るい状態になっています今女性がよくいるタイプの髪の毛の方かなと思います癖の感じも日本人によくいるタイプの波状網ですねでそれに対して b ハ h 6のまあいわゆる中性から弱酸寄りの 薬剤を使ってで今回ノンアルカリなのでこういった薬剤を使うことによってどれだけリスクを減らして時間を放置していって還元を安定的に決めていくかっていうところがポイントかなと思います根元付近ですねしっかり頭皮にはつけないように塗布していきます今回のジアンカークリーム、まあ、アルカリ度もゼロでそしてベェハも6なので かなり反応としてすごい緩やかっていうのはありますがやっぱりファーストパネルとラストパネルの還元のムラっていうのがタイムラグが出てしまうとせっかくのどんなに卓越したドライコントロールアイロンワークをしてもそこでズレが生じてしまいますので必ず早く正確に塗っていくっていうのはどんないい薬剤を使ってたとしても大前提かなと思います。 根元中間の方が毛先に比べてダメージが少ないこれはもちろん当然のことだと思いますなので根元中間をしっかり塗ってその後に毛先の方を塗布していくっていう感じになります基本的には塗布終わりから20分から30分っていうのは確実に置きたいところかなと思いますコームをスルーして最初の癖の感じがたったそれだけのナチュラルコーミングで癖が取れていれば僕の中ではある程度もうすべて 還元は終わっているかなという証拠ですねただデジタルパワーと一緒でこれもロットチェックっていう感じでロット光景が出てれば還元チェック OK っていう見方もあったりいろんな方法がありますのでご自身の好きな還元チェックの方法をやってもらえればいいかなと思います。 完全ななドライででは確実にないです触ってもらうと分かるんですけどこういう束感ですね束感が手口とか通したらまだ全然出てくるくらいの水分量ただ握って髪の中から水分が出る感じではないです本当にひんやりをしてるっていう感じですねで根元の方が毛先よりも若干水分が多いで毛先に行けば行くほど水分がない、まあ、いわゆるこっちの方がドライができている 状態を作ってていいいまますすすパネルととしははは基基本本的には1基本かなな思いますここは何ら変わりないですねそしてまず必ずやっぱ根元にしっかり熱を加えたいのでオンベースでは習ってるとは思うんですけども必ず1回100度くらいに上げてくださいそしてアイロンのこの下プレートの方で迎えに行ってその時に90度になるようにしてくださいそしてスルーのス,ピあのスピードになってくるとアルカリーではないので棒順がかなり少ない 状態になってますなので熱の置き方としてはスルーではなくしっかり置いていくっていうのが大事かなと思いますではやっていきますね100度オンベース向かいくくゆっくりですねアイロンの温度設定は僕は基本的には180度設定にしていますしっかり一度100度に 持ち上げてそれを下プレートで持っていくそれを熱置きですねダウンに持っていくこれの繰り返しですオンベースで入れてしっかりダウンステムへの綺麗な移行ができてくるとこういった感じで綺麗に舐めしたような質感になると思います煮、はい、液を塗布していきますね煮液の塗布に関してもこちらも,もうスピード重視でしっかり 感じですね特に二液に関してはやっぱりさっきの水仙と一緒で量がすごい大事ですなのでスカスカに塗るよりかはもうたっぷり塗ってくださいチオグリコール酸システアミンの質感の特徴としても結構を主体なんだけどシステアミンの柔らかさも 出てるような質感ですね本当にぜひ触って本当いただきたいくらいの柔らかい質感に仕上がっていると思いますジェンガクリームのノンアルカリなんだけどそのペハはちょっと外してるっていうところが圧倒的に使いやすいなので つけてそこでビクビクするんじゃなくてつけてとりあえずじゃしっかり髪の毛が還元するまで時間を置いて待とうっていうスタンスができる方とかもしくはそのエイジング網とか今回みたいな細い難毛さんとかにはとてつもなくいい薬剤だなと今までその薬剤を塗るっていうことに対して美容師さんがが不安が強かったと思いますそれが今までの酸性ストレートとか酸性パーマみたいなそういった種類のものが出てきた時に今度はじゃあ アイイロロンンーークととかかドライコントロールとか、まあ、熱を加えるところにやっぱ重きが行き過ぎちゃうっていうところがあるんですけどもやっぱそこも結構苦労と寄りな側面があるのでジアンカークリームとかジアンカーリキッドに関してはそういったところがまたもう少し楽になってるっていう感じなので一液の放置をとりあえずしっかり還元チェックあもしくはロットチェックなり、まあ、還元ができたっていう判断ができればかなり安定的に ハイクオリティを出せるのかなっていう感じですね